こんにちは、塾の久保ですえ今回ね、動画のコメントをいただきまして、ただ4文字でつまらんと書いてあったんですよ。で、どんな動画へのメッセージかというと、私がね、2食パンを食べてる動画なんですよ。これ確かにつまんないでしょ。ね。でもね、こういうふうなメッセージも以前いただいてるんですよ。わわ、懐かしいです、久保さん。パン、どこで買ったんですか私も買いに行きたいです。動画で食べたくなりました。とかね。だから、動画っていうのはね、 見た人がどうう受け取るかっていうのは様々なんでで、すよで。発信してる方は多分見てる人と一致してる思いもあれば一致してない思いもあるんですよね。えー、例えば私なんでね今となってはどんな動画を上げてもそれが再生数1であろうとも全部広告収入なんですよ。広告がついて私のところにわずかでもお金が入るんですよ。と思うと私はねもはやどんな動画を上げても収入になるわけですよ。 これは全然つまらないことないと思うんですよね。そして見てる人にとってはですけども、じゃあすべての動画がためになって面白いのかって言ったらそんなことないと思うんですよ。期待して見た結果、なんだこれやと思って離脱する動画もあると思うんですよ。そういうところにまさにつまらんと書いてもらいたいんですよね。で、私の動画はつまらないと感じる人が多いです。なぜならチャンネル登録1万人ちょっとしかいません。1万3000何百人とかです。 日本人が1億数千万人いる中で私の動画をチャンネル登録してもいいかなって思ってくれる方ってこんなに少ないんですよですんで全く世の中に認められてない面白いと感じさせることが難しい動画なのかもしれませんねでもチャンネル登録したり繰り返し見てくださってる方にとってみたらもうね久保さんが上げた動画だったら何でもいいですみたいなことになってるかもしれませんね <laughs> 感じ方は様々まあそれが痛くて私今回この動画を撮らせていただきましたどんな情報も 野球が好きな人はね野球の情報欲しいんですけども私野球興味ないんで野球の話されても本当につまんないんですよ、まあ、こんなもんなんですよ人が何に喜びを感じ何をつまらないくだらないと感じるかってのはみんな違うんですよですんで情報発信恐れずにやっていってくださいそして誰かの情報にきっと向き合う時って面白いつまらないって評価って必ずあると思うんですよ、まあ、その時は自分の興味の範疇にはなかったかなって っていう風なね、解釈でいいんじゃないかなと思います。はい。どちらにしても、つまらないと。動画のコメントを書いてくださった方、本当にありがとうございます。なぜありがたいかっていうと、つまらんっていう書かれたことに対して、私、もう一回動画を撮るきっかけをもらったからなんですよ。本当にね、私にとってはものすごくためになるコメントでした。重ねてお礼を言わせてもらいます。ありがとうございました。